ジッタクローバーアドバイス、灼熱熱血ファイヤー、バービリオン家のムワムワ熱くて蒸し暑い夜、俺はもっともっと強くなる。兄上と姉上のあの強さに追いつき、いつか追い越してみせる。もっと熱く燃えてみせる。そう、あの太陽のように。兄上、姉上、どうしたレオ。想像しいな。俺は誰よりも熱く燃えてみせます。熱く熱く。それでこそ我がバーミリオン家の一員だ。若さか、悪くない。ところで姉上、痩せ我慢はそのあたりにして、そろそろ出たらどうです。何を言うか、貴様こそそろそろ限界ではないのか。何のこれしき。まだまだだ。そして激しくもベタな修行を経て、レオポルドは帰ってきた。熱く熱くなって。ふっはっ、兄上姉上、これが修行の成果です。俺は今熱く熱く燃えている。この熱さ、まるで夜に輝く太陽ではないですか。どうですか。それでこそ我がバーミリオン家の一員だ。ああ、褒めてやる。ファイヤー！灼熱のバーミリオン一族。そう、これで、これでいいのだ。ファイヤー！